長い間いろんなことをおしゃべりしてきたけれど、ずっとちゃんと言えなかったことが一つあるんだ。あなたから届くお便りが何よりも嬉しいから、感謝の気持ちを伝えるよ。少し照れくさいけど、こんなにも長い間ラジオができたのも、ラキスタが好きなみんなが応援してくれたから、明日のあなたの笑顔の理由の一つになれるように、これからもずっと、これからもずっとおしゃべりしていよう。ラララッキーチャンネル、ラッキーチャンネル。僕らはここにたどり着いた、みんながいるこの場所へ。さよならなんて言わないよ、きっとすぐに会えるから、またねと笑って手を振るよ。心からありがとう、この歌を今こうして歌っていられるのも、ラキスタが好きなみんなが支えてきてくれたから、背中を押す力になれるのなら、僕らはいつでも、僕らはいつでもおしゃべりしているよ。ラララッキーチャンネル、ラッキーチャンネル。